コロナ対策で関係大臣との会合を終えた菅総理が取材に応じます。感染状況を確認し、今後の対応策を協議いたしました。1都3県についてはこの7日に期限を控えているわけでありまして、感染防止対策極めて重要な局面であると考えています。また病床が逼迫している状況、厳しい指標もギリギリの指標もありますから、私としては国民の皆さんの命と暮らしを守るために2週間程度の延長が必要ではないかな、このように考えておりますが、いずれにしろ専門家また関係者の皆さんのご意見を伺った上で最終的に私自身が判断をしたい、このように思っています。総理、毎日新聞の川口と申します。延長2週間程度必要だという話でしたけれども、2週間という期間の理由は何でしょうか。これについてもこれから専門家の皆さん、関係者の皆さんの意見を伺ってですね、決めていきたいというふうに思っています。総理、朝日新聞の今を見てみます。コロナの関係でですね、東京五輪について伺いたいんですが、一部報道でですね、東京五輪、海外からの観客の受け入れをですね、見送る方向で政府が調整中と報道あります。この検討状況についてお聞かせください。政府は検討とかそういうことはやっておりません。いずれにしろ IOC 東京都組織委員会、連携しながら政府としてはお手伝いをしたいというふうに思っています。総理、時事通信の越後です。今回の緊急事態宣言の延長2週間という幅についてなんですけれども、これは1都3県の知事のご意向も踏まえたものなんでしょうか。1都3県の知事の皆さんにはの意見も当然これから伺った上で判断をしたいというふうに思います。まだ2週間と決定したわけではなくて、私は2週間程度は必要じゃないかなという思いでありますので、そうしたことをこれから専門家の皆さんやですね、関係者の皆さんのご意見を伺った上で最終的には判断をしたい、こういうことであります。総理、東京新聞の新聞と申します。決定ではないということですけれども、専門家や一般的なチームに含まれる2週間延長が必要というのを表明されたのはなぜなんでしょうか。昨日も大臣が集まってます。それぞれの知事とも当然電話では状況というのは伺ってます。正式でなくてどういう状況であるかということを伺ってますし、ある意味でギリギリまで今日のそれぞれの1都3県の陽性者数だとか、やはり病床、そうしたものを参考にしながら方向性を出させてもらったと、こういうことです。どなたですか。専門家の皆さんとも大体考え方というのは伺っています。おおよそでありますけれども、大体そういう方に伺いながら、ですからこれからそういう意味で正式にお伺いをすると。そういう中で最終決定はこれから先ですから、今決めたわけではありませんから、私自身がそういう日にちが必要じゃないかということを表明させていただいているところです。総理、朝日新聞の長崎です。総理、延長緊急事態宣言延長の際に3月7日までというのを強調されていましたけれども、このような事態になったことについては責任についてはどのように考えますか。やはり緊張を高めて、これは各組長もそうですけれども、
やはり目標に向かって進んでいくということは、これは大事なことじゃないでしょうか。油断することがないように対応していくというのが、それは私の役割でもあると思います。今日は3月7日までだったんですよね。どなたですか？朝日新聞の長崎さん。3月7日までだったということをさらに2週間延長ということになったことについての、まだ延長決定したわけではないです。2週間程度必要じゃないかなということを私の考え方で今日ご大臣との中で方向性を出させていただいたと。これ最終決定にはもちろんいろんな段階を取らなければできないわけであります。総理、毎日新聞の川です。はい。内閣官房がまとめた今日の各都県の医療提供体制の診療はいずれもステージ3相当まで下がっていますが、それでもまだ指導数値として高いということですか？1都3県の中でやはり緊迫しているところがありますから、ギリギリの超えてもギリギリだとかそういうところありますので、まあ、そういう中で7日を控える中で、つまり私前から数字をできるだけギリギリまで参考にしたいということを申し上げてきてましたので、まあ、そういうことの結果として今日方向性を出させていただいたと、こういうことであります。総理、北海道新聞の勝又です。最後の質問でお願いします。延長ということも考えられているということですが、具体的にはどのくらいの基準になったら、こう解除、安心して解除ということはできるのでしょうか？今はステージ3の時は病床が 50% 以下とか、あるいは感染者数であれば東京ですと500人以下とか、まあ、そういうのが決まってます。そういう中でやはり病床が逼迫しているところがありますので、そうしたものが 50% 以下になって、やはり下をベクトルが下に行くということが大事だと思っています。総理、期限より前に解除した関西圏と1都3県、関東圏との違いはどこにあるんでしょうか？解除したところは全てがベクトルが下になってました。2に向かってほとんど 2.1 ぐらいのところでありましたので、そこについてはやはり首都圏は皆さん一番よくご存知だと思いますけど、新規陽性者数がこうなんとなく下がりきれてない状況じゃないでしょうか。そういうことであります。